戦は悪天候で中止メッツドジャース、日時間28日ニューヨークドジャース、大谷翔平投手が2番指名打者で出場予定だった27日、日時間28日の敵地、メッツ戦は悪天候のため、翌28日、同29日にダブルヘッダーで行われることが決まった。大谷はこの日、豪雨の中、ブルペンでキャッチボールを行った。試合前には、取材に応じ現在のリハビリ状況について言及。先週60フィート、約 18.3 メートルになったくらいなので。球速も80マイル、約 128.7 キロくらいですかね。それくらいまでは上がってきているかと思いますと現状を話していた。試合中止が決まると、ブルペンの屋根がある部分で、約15分間キャッチボールを行った。降雨で気温も下がっていたが、半袖で強度を高めずに投げ込んでいた。大谷は昨年9月に右ひじの手術を行い、今季は打者に専念。来季の二刀流復帰を目指している。フルカウント編集部。